しょ。皆さんやっほー。今日はですね、小春と空行きました。あーしゃー、今日何度かな。お、15度だ。おー、灯油もない。あ、帰ってきたかな。よいしょ。今日もゆみは在宅です。頑張っていきます。今日のリビングです。よいしょ。こんな感じかなね。帰ってきたかな。今日の部屋のリビングは17度。よいしょ。あ、おかえり、帰ってきた。おいしょ、おかえり、よいしょ、おかえり、受け入れなさい。よいしょ、おはよう。ねえ、よいしょ。そして今日のキッチンです。よいしょ。今日もこんな感じです。よいしょ。あらら、そらくん、じゃあおかえり、おかえり、そら。あら、痛い痛い痛い。よいしょよいしょ、おかえり。ということで、これからお弁当作っていきたいと思います。あらら、あらら、よいしょ、よいしょ、よいしょ。失礼します。今日もお弁当作り頑張っていきたいと思います。最後まで見てくださるととても嬉しいです。今日の味付けは本田氏ちゃん登場。お清めあらじおちゃん、風邪予防にも良いネギちゃん、今回はカロリーオフシリーズマヨネーズちゃん、
すごい。あら、あら、あれ、ほら。
Thank you.
今夕方の散歩に来ました。あーもう寒くて、もう iPhone の気温見たらマイナス5度でした。ゲーとか思って、今除雪入ってるところが多くて、なんかねピー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 トラック鳴ってるんですけど、もうね風がとにかく寒い、冷たい。天気はですねこんな感じかな。月ももうだいぶ出てきた感じですね。よいしょ、大丈夫？帰ったらシャツを買って練習しようかなと思っています。もうねカレー作ってあるんで余裕です。では失礼します。よいしょ、そらこっち、よいしょこっち。44分。ねえ、なんだろう。どうしようね。病院行ってきて。それで、喘息の吸入器でいいんですよね。それをもらってて、で久しぶりに吸入器吸ったんですけど、なんか楽になりましたね。やっぱりね、ちょっと楽になりました。やっぱり病院だなぁなんて思いますね。ということで皆さんお疲れ様です。乾杯。飲めるようになった。やっぱねえすごいね、病院の薬すごい一気に飲めるようになりました。ということで今回のユミの動画は日常編をアップしてみました。いかがでしたでしょうか。ということでね、もまたみんなと一緒に乗り切っていきたいななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。これからも楽しくやっていきたいななんて思っておりますので、そして今週もねまた和気あいあいのライブもやりたいなと思ってますので、お時間ある方いましたらぜひね気軽に覗きに来てもらえると嬉しいななんて思っております、ね、そしてここで初めてユミ見たよって言ってくれてる方、ね、ありがとうございます。すごい嬉しいです、ね、もしよかったら、あ面白いなとか思ってくれましたら、グッドボタンだけでも押してってもらえるとても嬉しいななんて思っております。そしてね、また見たいわーとか思ってくれた方いてくれましたら、チャンネル登録などポチッと押してくれるとすごくユミとても嬉しいでございます。ということで皆さん本当ねたくさんコメントをいただいて、ユミ本当すごく励みになります。本当ありがとうございますね。返信の方もだいぶ遅くなってしまってるんですけども、本当どうもすいませんってことで、これからもね変わらず頑張っていきたいなと思っていますけども、ちょっとね喋りの方なんかね減らしてみようかななんて思っていますけどもね、もし何か意見ありましたらぜひコメント欄の方にどうぞよろしくお願いいたします。そんなことでそんなことでまたね次回の動画でお会いしたいなと思っております。皆さん今週も怪我なく頑張っていきましょう。無理なく頑張ってていきましょう言えてないということで皆さん今週も怪我なくね一緒に乗り切って、無理なく乗り切っていきましょうということで、それではまたね、ユミでした。最後まで見てくださってありがとうございます。じゃあねー、またねー。ポンポンポン。
。